おはようございます。パティシエル。今日のおやつです。今日のおやつはモンブランパフェです。前回の大きなモンブランに続き、今回はパフェにしてみました。アイスとマロンクリームもとっても合いますよね。簡単なので10分ほどですぐにできちゃいますよ。まずはチョコ飾りを作っていきます。チョコレートをレンジで溶かしていきます。ここは普通のチョコレートでもいいんですが、 今日は常温でも綺麗に固まるタイプの純チョコレートっていうのを使っています。レンジで焦げないように溶かしてよく混ぜておきます。こんな感じですね。余熱でもしっかり溶けます。できたらフィルムに流していきます。このフィルムは100均の袋を切り開いたものです。本当はもうちょっと固めのフィルムだとより綺麗にできるんですが、今回は手軽なのでこちらを使っていきます。 チョコレートを流していきます。この丸の大きさは、まあ、結構好きな感じでいいんですけど、乗せたいカップが綺麗に隠れるぐらいのサイズですね。あとは底が平らなもので押して丸くしていきます。もし綺麗に丸くならなかった場合は、後で温めた型で抜いたりとかしても OK です。これは力強く押さずに優しく上から押さえるぐらいですね。 くるくるっとしてあげるのがポイントです。綺麗な丸に整えてあげましょう。こちらは冷蔵庫で冷やして固めておきます。今回は渋川栗の方を使っていきましょう。栗はシロップに使っているので軽くシロップを取っておきます。あとはお好みのサイズに切っておきましょう。次はマロンペーストです。 今回はサバトンのマロンペーストを使っていきます定番の一番人気のマロンペーストですね缶から出す時は怪我などをしないように十分注意をしてくださいそしてしっかりとゴムベラや木べらなどでほぐしていきますちょっと硬いのでねゴムベラが潰れそうな場合は木べらでやってあげてください こんな感じでしっかりと滑らかになれば OK です。ここにラム酒を加えていきます。ラム酒はいきなりいっぱい入れちゃうとビチャビチャっとなってダマになりやすいので半分ずつぐらい入れましょう。これは前回のモンブランと同じクリームですね。しっかりと伸ばしていきます。本当にラム酒は マロンクリームと合いますよね。すごくいい香りがしてきました。マロンの深みがさらに増すような感じがしますよね。できたらここに生クリームを入れて伸ばしていきます。 これもよーく混ざれば OK です。自分で絞れるかなっていう感じの硬さまで伸ばしていきましょう。あんまり柔らかいと後で絞るときに形を作るのが難しいです。できたらクリームをこしていきます。ここでこすのが大事なポイントですね。結構この栗の皮が詰まったりするので、ちっちゃいモンブランの口金の穴のところに詰まっちゃうんですよね。 そうするときれいに絞れないです。こうしてあげるだけですごくきれいに絞りやすいのでぜひやってみてくださいね。こす網はできるだけ細かいものにしましょう。粉をふるう網などがおすすめです。できたら絞り袋に入れておきましょう。そして冷蔵庫にしまっておきます。さあいよいよ仕上げですね。 カップは冷凍庫などでしっかり冷やしておきましょう。今回はグラノーラをそこに敷き詰めていきます。これはもう何でもいいんですけど、マロンとグラノーラも結構合いますね。ナッツなんかも結構相性がいいですね。この上にアイスを乗せていきます。ちょっとね、常温に出しすぎてアイスが柔らかくなっちゃったんですけど、 な感じで、ちょっとネバネバしてますね。アイスを入れていきましょう。バニラアイスも結構モンブランと合いますね。栗のペーストが結構甘いので、アイスたっぷりめに入れるといいですね。カップの周りにつかないようにきれいに入れていきます。できたら上に刻んだマロンをのせていきましょう。 とは上の飾りですね、先ほどのチョコプレートが完成しましたここに栗を乗せてアロンクリームを絞っていきますこんな感じで真ん中に芯があると綺麗に絞りやすいですねその周りをぐるぐるっと絞っていきます紐が出てくるようなイメージがいいですね こはちょっと練習が必要かもしれないんですが綺麗に絞れるととても気持ちいいのでやってみてください一番上にも小さな栗をのせていきますあとはカップにのせれば完成ですね結構滑るので気をつけてください最後までご覧いただきありがとうございましたとても簡単にモンブランパフェができましたね ただ、毎度のことですが食べるのはとっても難しいですぜひやってみてくださいね